千代田インターチェンジは、広島県山形郡北広島町の中国自動車道のインターチェンジである。西日本高速道路中国支社千代田高速道路事務所、広島県警察高速道路交通警察隊、千代田文中隊、道の駅前ロード IC 千代田が併設されている。直接接続間接接続千代田バスストップ、千代田高速道路事務所千代田バスストップは、 広島県山形郡北広島町の中国自動車道千代田インターチェンジの出入り口の間に挟まれた場所にあるバス停留所。バス事業者では千代田インターの名称を用いている。料金所出口手前からバス停専用のランプが右に分岐して、右から料金所入口を食え合流する構造となっており、バス、利用者とも料金所を通過することなく乗降できる構造となっている。 左方向、大阪、3時右方向、広島、浜田松江広島線ダイヤ改正等について、市端バス、3月23日から、中国地方で新たに4カ所高速道路から、道の駅の利用が可能となります。利用できる、道の駅、マイロード IC 千代田、ライムと、ゴ内、六6日一温泉、奥大線 E2A 中国道千代田インターチェンジ、都郷内インターチェンジ、 6日、CICE73 枚、指導ルフ i c で、実験開始。国土交通省中国地方整備局、西日本高速道路株式会社。2020年5月3日へ覧。高速道路からの一時退出を可能とする、賢い料金の実施について。国土交通省道路局。2020年5月3日へ覧。千代田バスストップに関するカテゴリー。 ありがとうございます。